どうもこんにちは、大峰です。突然ですが、アフィリティデザイナーのチュートリアル動画を始めていきます。アフィニティデザイナーはセドゥから発売されているベクター型のグラフィックソフトです。リターアプリに Adobe のイラストレーターがありますが、月額2180円かかってしまうイラストレーターと違って、アフィニティデザイナーの方は完全な買い切り型です。価格も6000円とかなり安くなっているので、趣味でグラフィックやイラスト制作をしたいっていう、どんな方でも勧められる素晴らしいアプリです。アップストアでの評価も非常に高く、星の数だけではなくコメントも概ね好意的。2015年にはアップルデザインアワードを受賞しています。発売は2014年頃、新しいだけあって使用するマシンの性能を効率よく使ってくれる仕組みが多数導入されています。僕が使用しているマシンは12コアの Mac Pro 2013 モデルですが、多少複雑な処理になると全てのコアを使用して高速に処理しています。実際に使ってみても動作が非常に高速な上に、最新バージョンでは Mac 版に限りますが、最新のグラフィック API である Metal 2にも対応し、よりレスポンスが向上しています。僕は普段の業務である Web 制作やグラフィック制作では Affinity Designer と Photo をメインで使っていて、 Photoshop と Illustrator はほぼ使っていません。それで全然問題ないどころか、随分と快適になりました。それと Adobe の Photoshop と Illustrator を連携させられるのと同様に、 Affinity Designer も Affinity Photo との連携が可能です。例えば面倒な写真の切り抜きを Affinity Photo に持って行って素早く切り抜いてやった後に、もう一度 Affinity Designer に戻って、修正が反映された後に写真にグラフィックを追加していって作品を作り上げていくといったような作業ができます。最後になりますが、アフィニティデザイナーはイラストレーターと外見も使い方もかなり似ている部分がありますが、アフィニティデザイナーを覚えることによってイラストレーターへの移行も簡単にできるようになります。アフィニティデザイナーは UI や使い方もシンプルで、イラストレーター以上に扱いやすいアプリなので、この手のツールに慣れていない方でもステップアップという意味で、まずはアフィニティデザイナーを覚えられるといいんじゃないでしょうか。今後、初心者から中級者に向けたチュートリアルを複数回に向けて配信していきます。なるべく分かりやすいように工夫していきますので、皆さんも一緒にアフィニティデザイナーを学びましょう。